木田、これは息が合いませんでした。ターンオーバー、ガルシアが行きます。自ら行って佐賀のファーストポイントはレイナルド・ガルシア。さあそしてマイルズ・ヘソンがコートに入りました。ガルシアのスリー決まっています。今日も序盤から得点を積み重ねているガルシア、ここもスリーポイント井上です。5点差に広げます。ボールを奪ったのは佐賀、ヘソンから岸田、そして LJ ピーク、佐賀ボール、アウトナンバー、岸田が決めています。佐賀はどうか。鈴木のスリー決まった。岸田からヘソン、そしてガルシア、徳川、そしてヘソン、石谷、決まりました。 B1 京都から加入した石谷、ターンオーバー、キックアウト、アウトナンバー、駒水、ダブルチームでいく、徳川、決まりました。徳川キックアウト、ガルシアのスリー決まった。ガルシアです。もう一度ヘソン、自ら行きました。ここで決めたのは井上、岸田のスリー決まりました。リバウンドガルシア、スリーできた。